疲れ様です。はい、おはようございます。どうなされたんですか、今日は一体。本日はですね、はい、今から打ち合わせじゃないですか。はい。その前に、たまにはお昼ご飯を、はい、ちゃんと食べようかなと。確かに。思いまして。はい。じゃあ、私この間ペヤングの一番辛いやつ食べきったんで、はい。いけんじゃねえかなと思って、うん、マジックスパイスの一番辛いの行こうと思ったら、うん、まさかの超行列だったんで、うん、ここに来ました。タイ料理研究所。食べようと思います。行きましょう。祈りのチャンネルスタート。到着しましたよ、祈りのさん、ね、すごいね、初。これが何からでしたっけ。これ一番辛いやつ。一番辛いやつ、うん、でこれが辛くないやつ。色がもう全然違いますよ、祈りのさん。これパイスキッチです。タイのすき焼き。タイのすき焼き、難しいですよ。え、食べられますか。もう色的にえぐいですよ、ね、最近辛いものマスターだから。いただきます。あ、辛い。辛っ。けどうまいよ。うまい、うん、見て、中に春雨みたいな、はい、お、はい、ほんとだ。麺は春雨なんですか。春雨っぽいね。へ、なんか、これなんだろうね、酸っぱ辛いみたいな。酸っぱ辛い、あ、エスニックな感じってことですか、うん、結構パクチーとか効いてるんですか。パクチーあんま効いてない。パクチーも効いてない。あ、そうなんですか、うん、じゃあパクチー抜きじゃなくても食べられると。うまいですか。まあ、これをゆるゆる食べていきましょうよ。はい、食べましょう。はい、カッパを。うわ、辛そう。あ、でも、あ、ね、美味しいですね。甘みもあって。カッパをめっちゃ辛いよ。私このガパオの辛いのめっちゃ好き。ガパオ辛く、うん、ね、うん、ガパオ辛くしてる店あんまないから。まさにそうだね。ね、いやー、8月ももう、うん、半ばだね。いや、今月も激動ですよ。激動の速さだよね、いろいろ動いて、うん、オンラインライブもね、月末にあります。そうね、昨日さ、はい、あのミュージックビデオの静音に、はいはいはい、静音って一体何をしたんですか。静音はね、はい、あの我らが岡野大先生が、はい、あのミュージックビデオのさ、あの音が流れてるじゃん、はい、音楽歌ってるとこの鳥と、あのゲストの人と話してる鳥とさ、2パターンあるじゃない、はい、でそこの音量の調節、うん、だからその音楽の音と私たちが話してるところの音のこうバランスを調整してくれたりとか、うん、聞こえやすいようにしてくれたりとか、うん、いわゆる MA 作業っていうやつですね、うん、そうだ。あとね、はい、頭の部分で、はい、まあ、ちょっとした BG 的なものが流れるんですけど、そのギターを取ったんですけど、じゃあもう完成まであと一歩ってところですか、うん、MV もうね、出来上がって、うん、もうすぐ公開できるんじゃないですか、うん、もうだってリリースまでね、あともう10日ちょっとなんで、うん、そうですね、もう作ったのも半年以上前とかですかね、レコーディングしてたの。うん、そうだね。そうですよね。あれからさ、レコーディングやってさ、緊急事態宣言になって、うん、YouTube 毎日投稿始めて、激動でした ね、今年。あっちゅう間じゃない。てか、マジックタイムリリースしてまだ半年よ、うん、なんか、めっちゃ前のことみたいじゃない、もう、うん、やっと
あの曲たちが世に出るわけですからね。楽しみですね。うん、もう短いバージョンは出てますもんね、 YouTube で、うん、そうね。毎日朝昼晩30回ずつ聴いてもらって楽しみにしてもらえれば、ね、30回ずつ1日90回、1人90回ってことですね。再生回数上がるね、それ。ありますよ。うん、熱い。今年いろんなこと達成しましたよね。テレビとか。うん。でも。YouTube も、再生回数も、登録者数も、めちゃめちゃ増えて。まあ、あとはやっぱ、目標のね、とりあえず目標の1000人に達するように、うん。そこだよね。うん、なんか、なんとも言えない辛さがずっとじわじわ来てんだけど。来てます、来てます。うん、僕、一番辛くないやつですからね。これでも辛いです。辛い？辛いです。次の目標は何ですか、リスナーさん。大きな目標と、その日々の目標みたいなの。だろうね。なんだろう、大きい目標はもうね、東京ドームだから。毎日でもコツコツとやっていくこと、うん、ちっちゃすぎいや、そんなことないですよ、すごいですよ。あ、でもやっぱあれだよね、エクマンでやりたいよね、ライブずっと言ってるから。やりたいですね、うん、音楽で言うとね、だから、あの、まあ、変わらないクオリティとか、それ以上のクオリティの音楽を出し続けて、うん、それでいて、そこにライブがあればいいし、うん、まあ、あとはもう YouTube もコツコツやっておきて、チャンネル登録、まあ、知ってくれる人を増やしたいね、やっぱ。そうですね、うんうん、ちょっとスープ残っちゃったけど一応完食します。ほぼほぼ はい。まあ、じゃあとりあえず今年も駆け抜けるってことで、下半期も頑張りましょう。頑張ります。チャンネル登録よろしくね。